もっと京都を好きになる楽も旅にする楽旅はい皆さん。 こんにちは楽旅若村ですさあ本日は3月の6日土曜日です午後の3時になりました本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へスタートしたいと思います拍手 <laughs> さあ今日はですね楽旅京町屋の 大瀬間からお届けしていますさあ今日はなかなか珍しいスーツ姿ですしかもネクタイをしっかりと締めています一年間でこのネクタイをつけるというのはもう本当に数えるほどの日数しかないんですけれども今日はですねお昼間ハイパー園川東本願寺ということで 講演をさせていただきました先ほどまで京都駅の駅前大きな浄土真宗大谷派の本山であります東本願寺の門前ちょうどカラスマ通りが少し膨らんで緑豊かな緑地帯が残っていますその東本願寺前の緑豊かな公園の中で椅子を並べそして 立命館大学の先生キム先生と一緒に対談形式で京都の魅力についてたっぷりとトークイベントに登壇してきましたですから下行区長さんもいらっしゃっておりましたしもちろんこの Facebook をいつもご覧の皆様ちょっとね最初はあったかかったんですけどね途中から北風が強くなりまして結構寒いトークイベントになったんですけれどもそれでもね皆様の熱い志と。 私たちの熱いトークでその場は盛り上がりまして素敵なトークイベントが開催されましたそのためにスーツを着て珍しく身を正して今日はトークイベントに臨んできましたあのー、トークの模様は今 facebook の方に上がっていますハイパー園川とはもともと大阪の方で今もずー とですね、市民の皆様がいろんなこうトークを交えながら、インターネットで情報を発信しています。そのハイパー園川、それを今回東本願寺でということで、えー、全部で八回あったそうで、その一番最後に、今日八回目のトークイベントがありまして、お昼間十一時半から一時間、東本願寺の門前でねトークイベントに出演させていただいたということだったんです。 その動画の模様をすでにインターネット上に上がっておりますので、えー、私の Facebook のホームページの中にもリンクを貼っておりますし「ハイパーエン川」のホームページ方からでもご覧いただけますのでぜひ一度60分にわたる1時間にわたる熱い京都の魅力についてのトークや東本願寺の歴史とかその周辺の歴史も合わせてご紹介しています。 京都の観光の玄関口の京都駅そこからかつてチンチン電車がしていたとかねいろんなこう昔の京都駅の周辺の歴史もお話をしていますので合わせてね、ぜひお楽しみをいただきたいと思います今日の京都はね、朝の方がちょっとあったかかったような感じがしますこのハイパー円川のイベントに行った1時間前にスタンバイしまして10時半に行ったんですけれども その時は比較的暖かい空気だったんです。でも風が少し北風になってきましてまだ多分ね京都市内にあった暖かい空気が北から流れてきたので北風ではあったんですけれども風はねちょっと生ぬるい暖かい感じだったんです。で公演が始まって 10分20分ぐらいしてきますとね本当に寒い冷たい北風がね吹くようになりましてあれよあれよという間にあれ気温がぐっと下がっていったんじゃないかなと思うんですね。でちょうど私たちの公園があった椅子を並べて公園をトークイベントを行ったんですがそのすぐ北側に噴水があって皆さんもご覧になったことありますか東の門前に 蓮7月の頃に花を咲かす蓮の大きなかたどったあの噴水があってね、そこから水がシュワーっとこう噴水が出てるんですがその噴水の水が折からの強い北風にあおられましてね、噴水の水がね、ブワっとこのトークイベントの方に降ってきましてね、最初私、私雨が降ってきたのかなと思ったら。 噴水の水がね風にあおられて天を待ってねまた降ってくるというねそんなそれぐらい強いね北風が時折吹いたんですよ。ですから最初は京都盆地にあった暖かい空気が奥の北風に押されながらねゆっくりと流れ始めて途中からはもう本格的な北風が吹き始めましてまあこれ本当にね1時間。 その時間の中で気温がねぐっと下がっていったそんな感覚でしたやっぱりねお盆まで三寒四温言いますからね今は暖かくなったり寒くなったりとちょっとね気温の上がり下がりが大変大きくなりますけれどもえー、皆さん体調管理にちょっとねお気をつけをいただきながらお過ごしをいただきたいと思います今日は特に関東の方でね今日は高くて明日はぐっと下がるそうなので 関東方面東北北海道にお住まいの皆様ちょっとね寒くなりますので気候にご注意をねいただきたいかなと思っておりますでトークイベントの中でね色々お話をしたんですがなんといってもね私にとって東本願寺といえば観光ガイドをするきっかけとなった学生の頃に京都学生観光ガイドクラブというところに入っていたんですよあ、違う京都学生ガイドクラブです 観光入ってないですね京都学生ガイドクラブという大学生だけが集って観光ガイドをするあの修学旅行生とかもちろん一般の旅行会社のツアーのガイドとしても皆さんと一緒に京都を回ったんですけれども、まあ、そういう学生のガイド団体の一つ京都学生ガイドクラブに入っていました。そのの時に一番最初のね研修 京都を勉強しないと観光ガイドってできませんから4回生の先輩から1回生は教わるんですけれどもその現地のお寺神社を回るという現地研修この第1回目が東本願寺の門前集合でそこからねなんと北の天満宮まで1日歩くんですよ。でその途中いろんな 例えば七条通りをずっとバスで走っていると想定すると仏仏壇仏具屋さんが見えてきますこれは本願寺の門前町は仏壇仏具の町としても知られておりましてろうそく屋さんとかねあの若林の仏壇具店大変有名ですけれども、えー、若林さんのところのね大きな仏壇仏具屋さんが見えてきたりしますのでその辺りをバスの中でご案内しながら 七条通りから堀川通りに入るとすぐに松風という伝統菓子の亀屋睦というお店があったら左手高照寺西本願寺と大きな寺が突然見えてきますので、まあ、その辺りを観光バスで学生の頃修学旅行生を中心に案内をしていたんです。なので実際にどういういところをバスが通って 何が見えるのかこういうこともね研修しておかないと実際バスに乗っても何にも話すことができませんので結構ね厳しい研修でした。もう早くくメモってくださいとかねこのマーキング例えばね地図で「なんとか寺」の前にはローソンがあってそのローソンを目印にバスではさあまもなく皆さんの右手に北の天満宮がご覧いただけますみたいなね。 早めに案内をしないとねバスは早いですからスッとお寺神社がねもう行き過ぎてしまいますから早め早めに皆さんにご案内していくんですよで後ろを振り向かけに行きませんので観光バス乗ってますからね進行方向反対方向ガイドは向いてますからお客さんは進行方向向向いてますがバスガイドは反対方向向いてますからね向かい合って。だから、見える景色の中で、 ローソン来たと思ったらさあ皆さんの間もなく右手に何とか寺が出てきますとかね薬局が見えたらさあ間もなく皆さんの左手には何とか神社が見えてまいりますというように何かの目印を持ってこれから来るお寺神社をねご案内してたんですね。<laughs> そういう目印もね自分でしっかりと道を歩きながらつけて覚えていかないといけませんでしたので。 そういうい現地研修の第一回目が東本願寺からスタートだったんですなので東本願寺の勉強はもうみっちりしましてね今日もトークイベントでご案内したんですが東本願寺の一番大きな建物護衛堂親鸞上人のお木像を祀る大きな建物ですがあの大きな建物の屋根瓦その枚数までね覚えてましてね 十七万五千九百六十七枚。<laughs> なかなかね、この。一桁の数字まで覚えてる人は少ないと思います。十七万五千九百六十七枚の屋根瓦側の護衛堂の屋根に乗ってましてね。その大きな屋根を。たくさんの柱で、九十本近い確か柱があるんですよ。その柱で支える世界最大級の。 木造建築物が東本願寺の御堂という建物なんですね、まあ、その辺りを今日ね改めて東本願寺を見ながらねでちょうどトークイベントの私たちの後ろに御栄道門御栄堂があってね受講あの椅子も並べてねリアルに座ってもいただきましたので座ってる方は正面に私たちの奥に 東本願寺が見えているというねロケーションで今日は、えー、トークイベントをさせていただきましてまあ、ちょっとね後半寒かったそんな冬を感じる時間帯もありましたけれども熱いトークを、ね、お届けしまして皆様に楽しんでいただけたのかなと思っています。はい、さあそれででは楽旅通信ライブ版今日日ちょっととというここ本日もどこかの寺 どこかの神社へとと旅をしてみたいと思い思ます本来であれば皆さんと直接お会いをして講座ツアーで魅力をお届けするところですけれどもなかなか今コロナの影響もあって皆さんとお会いする機会が減っていますのでオンラインで京都の魅力をお届けして皆様の心にハートに元気をチャージするという楽旅通信ライブ版ですさあこの箱の中にはたくさんのお寺神社が書かれた「 今日の旅くじが入っていますこのくじを引くことによって本日のトークテーマを決めてみたいと思いますそれでは行きますくじ取り式ですはいさあ今日はどんなートークテーマが出るでしょうかどこのお寺神社か歴史上の人物か地名かはたまた文化財か何が出るでしょうか行きます こちらの旅くじを、本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改める、くじ改めです。まずは、私が確認をしまして、うん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 、と、そして皆様に、1つ、2つ、3つと、ヒントを出していきたいと思います。皆さんはそのヒントを聞きながら、 あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、考えながら聞いていただきたいと思います。分かったという方はぜひコメント欄に、何とか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい共闘してるか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。 多いですね最近まあ多分手の取り方だけなんだと思いますけどさっかさまはいいきますよ今日のトークテーマは何でしょうわかりました さあ今日のトークテーマは京都の道通り名です例えばこの楽旅京町屋の前にはたこやくし通りという道がありますからすま通り東の東院通りなど京都は様々な道通りがありましてそれぞれに名前がついています その名前には様々な由来があって歴史上の人物から取られたりお寺の名称から来ていたり今は亡き昔の社事から来ているものもあったりと様々な由来で道の名前通り名がついています今日のトークテーマはそういう通りの名前ですただ一般的には 地図には出てこないと思います。一般的な何とか通り、何とか通りとは異なって、通称。そこの一部だけ、こういう名称で呼ばれている道があるんです。どこかと言いますと、これでだいぶ絞られてきますよ。皆さん。堀川通り。ありますね。 二条城の前にある大きな南北の道ですその堀川通りの東には名前の来、堀川という川が流れています今は市民の憩いの広場として北から南へと水が流れその川べりが散策道として整備されていますその堀川には 二条城辺りから北に歩いていきますと数々の橋ブリッジがかかっています。二条橋、橋中立売橋など橋がかかりその中でも最もよく知られますのが一条通りが堀川を越える時にかかっているのが伝説の一条戻り橋といいます。 その戻り橋から東へ一筋歩きそこから北に伸びる道これが今日の通りの名前トークテーマなんです、えーえー。という方がいらっしゃると思いますが実はその道南へずっと続いているにもかかわらず 一一から北に一筋分だけこの名前でで呼ばれているんですなぜその名前がついたかと言いますとその一条戻り橋の近くにある人物の邸宅があってその人物の名前がなんとか通りとなってるんです。 その人物とは、今から千年以上前歌を詠む宮中に仕えた女流の歌人歌を詠む歌人として知られています代表的な歌は「花の色は」。 ちょうど今3月の中下旬になりますと、その人物ゆかりのお寺が別の場所にあって、羽根津の梅という薄紅色の遅咲きの梅が咲くことからも知られています。随心と言います。その随心にもゆかりが残る人物が、一条戻り橋のあたりである伝説を残し、そこからなんとか通りという名称がついているんです。 さあ長くなりましたが皆さん分かりましたかこれはねちょっと知らない人多いと思います道の名前こちら小町通り小町通りと言いますさあ京都の街中に一条戻り橋つまり東西の道は一条通りその道を戻り橋から東へ行って 1>, 1つ目の一条通りは東西ですそして小町通りは南北ですしゅわっちこの一条通りと小町通りが交差するところが戻り橋の一つ東手に出てくるんです確かにその小さな交差点の角を見ると石碑で石碑で 小町通りと書いた、だいたい京都の石碑って 1m ーーぐらいの大きなものが多いですね、すっと四角形の石の石碑が立ってますが、小町通りの石碑は、ね、高さが5 0センチぐらいの小さな、比較的、ね、ずんぐりしたそういうね石碑があって、小町通りと書いてるんです。 このあたり実はある言い伝えがあって小町がゆかりだとされてるんです。実はその物語実はこのね石碑をよーくご覧いただきますとね。 こういう文字が実は石碑の中に。刻み込まれています。さあ、皆さん。わかりますでしょうか。小町。そうし、あらい。小町。そうし、あらい。えー、これは何かと言いますと。小野の小町が。歌会に。 じることになったんですがその小町の歌の才能を妬んだ大友の黒主はその歌会の前の日小町が読むであろう歌を盗作として小町を貶としめるために実は小町の邸宅に忍び込んで 万葉集の中に小町があらかじめ読む歌の元になるような歌を「万葉集」の中にしたためて歌会当日に臨んだんですそうして翌日歌会が繰り広げられ小町が見事な歌を披露すると その歌は盗作だなぜならこの「万葉集」にもこう書いてあるということになりまして「万葉集」をよく調べると確かに今小町が読んだ歌と同じような歌が書かれていて盗作ではないかとなったんです。しかしか小町は つまり歌がき書き込まれていたその本宗子を庭におり庭の中には平安時代やり水という水が流れる小川が設けられその小川のほとりに小町は行ってその手に持った万葉集の創始を 紙に書いた本ですねそれをそっと水の流れにつけましたら昨夜書き足された新たな文字は墨とともに流れもともとの墨は長年のことあって水に流れることなく消えていった文字を見て人々は誰かがこれを書き足して 小町を貶めるための盗作だとなったんだということで小野の小町の疑いが晴れまして小町の見事な歌が世に広まったという物語があるんですその小町の創始洗いというね本を洗って古い文字はもうね長年神に定着してますから 水につけたところで流れなかったんですが昨夜忍び込んで書き足されたところは綺麗に流れてしまいましてねこうして小町の,あらの疑いいがが晴れたという物語が伝わっているんですそれが「小町総支洗い」という物語でありましてね。ということで実はこの「 今現在小町通りという名称が一条戻り橋の近くについているのはその辺りでこの物語が展開されたと言われましてねそのゆかりであることから南北の道一条通りから上の月当たりまで月当たりの方にもね小町通りという石碑があるんですよ。一条通りから北へ歩いた月当たりまでの南もねずっと続いてはいるんですけども この北の方だけを特に小町通りといいまして今も小野の小町の伝説小町総支払いが語り継がれる地なんですね。まあ、一条戻り橋の近くに小町がいたというこの辺りも、ね、小野の小町が後ち怨霊になったんではないかという伝説なんかもあって、まあ、何やら 小町という人物が謎めいているまあその一端がこのあたりの歴史に残されているんではないかと言うんですね小町が怨霊であるというのはねまた違う機会にちょっとねお話をする機会があったらいいかなと思いますけれどもまあ、こういうね斧の小町がゆかりということからね小町通りという道がありますのでぜひ一度また一条戻り橋から東へ一条通りを歩いて次の 細い道を北に上がるその角に石碑小町通りという石碑がありますあの実はね道の向かい側にももう一本石碑があってねそこは後々室町時代の足利将軍家のお抱え憲法道場、ね、剣術の指南役でありました吉岡憲法道場吉岡の道場があった場所を示す石碑なんかもあるんですよ。一説には宮本武蔵の 吉岡との戦いの、まあ、舞台でもあったとも語り継がれまして、まあ、その歴史が小町通りの石碑の道向かいにももう1個ちょっとねガードレールみたいなね鉄板で覆われてほとんど石碑が見えないんですけどもちょっとその鉄板をのけながら見るとその歴史も分かってくるということなんです。か、まあ、かつては二条城樹落台も近いですからね 大名などの諸侯の屋敷もあったということでその辺りの石碑も刻まれておりましてね結構やっぱ一条戻り橋の辺りというのはね古くは平安時代から長年のさまざまな時代の歴史がありますからいろんな石碑が周囲に立ってますのでまた一度その辺りも含めてね一条戻り橋清明神社白峰神宮慶長天主堂などねさまざまな石碑と歴史お寺神社を眺めて ゆっくりとこの辺りも歩いていただきたいと思いますということで本日は小町通りという道についてご案内しましたぜひまた一度歩いてみてくださいほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなります さあそれでは一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉は「きっともっと京都を好きになる」この「好きになる」というところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って。 京都からたくさんの元気を今日もお届けします皆様からもたくさんの京都を元気にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになる声がかすれました <laughs> ということで本日は午後三時からお届けしました ラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日はさあ初の開催です月間ラクタビ通信ということで明日はラクタビスタッフの森さんと一緒に時事問題について最近の京都の話題とか旬の話題をお届けしたいと思います普段はこういう歴史的なトークをしておりますけれども京都検定にも役立つあのことこのこと 今ののの京都の出来事ににに触れていいくという月に1回のコーナーナが新たにできます明日が3月に初開催となる月間楽旅通信ライブ版ということになりますので明日はスタッフの森さん中心に私ももちろん出て2人でああだこうだ今の京都について京都新聞に出ていたあのことについて観光協会から発表になったあのことについてとかね。 旬の時事問題についてたっぷりとお届けするそんなコーナーを月に1回月始めあたりのどこかの日程で4月は4月もやります5月は5月もやります今日明日あたりから4月までの1ヶ月間を4月にやりますからねまあそういう形で1月の話題を月間楽旅通信でねお届けしますのでぜひ明日がね初回なので明日はね 秋の京都ぐらいから10月、11月ぐらいからね、2月いっぱいぐらいまでいろんな話題が京都ありましたから、そのあたりをね凝縮して皆さんにお届けしたいと思いますので、初開催となります月間ラク旅通信ライブ版、明日は午後3時、15時からお会いしたいと思いますので、ぜひ明日もお楽しみいただきたいと思います。それではありがとうございました。 それではポチッと消したいと思います。また明日3時にお会いしたいと思います。